こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はですね、ダイハツから登場します、コペンのプロトタイプをご紹介したいと思います。コペンって言いますと軽自動車のオープンカーで2002年に登場して大人気を博したの皆さん覚えてらっしゃると思うんですが、去年の東京モーターショーで、次のコペンになりそうなモデルが登場しまして、オートサロンでバージョンアップして、いよいよ今回ですねプロトタイプに試乗できるというわけなんですね。いろいろ、ポイントが盛りだくさんなのでご紹介していきたいと思います。今回の一番のポイントは骨格プラス外反というボディ構造なんですね。これ何かって言いますと、骨格だけで、ボディ構成を、きちんと確保して、外側の外反、これは、言ってみれば極端に言うと何でもいいんですけれども、今回は軽量化のために樹脂を採用しています。ドアだけは板金なんですけれども、音が違いますよ。ドアがこの音ですね、わかります。ここ実は樹脂なんです。で、13個の樹脂のパーツに分かれていて、11個が自由に取り替えられます。なので色を変えるなんていうのはもちろんなんですけれども、ボディの形を変えちゃうなんていうこともできるんですね。つまり着せ替えができちゃう車なんです。今日はですね、まだ発売前ということでこのようなカムフラージュ柄になってますけれども、極端に言うとスケルトンボディとかカーボンボディとかいろいろできちゃうんですよね。そういった新しいこともそうなんですが、コペンと言いますとやはりこのね軽自動車というカテゴリーで電動オープントップを持った一番ね身近なオープンカーということで、ちょっとね夫婦の会計やってみたいと思います。はい、このねセンターコンソールにあるボタン1つですね、今押してるだけなんですけれども、これねたったのね25秒で開閉できるんですよ。ピーという音が鳴るまで、はい、このようにずっと押していると、はい、あとはここのロックをカチャンカチャン、これで完成です。やっぱり身近なスペシャリティだけによくできてますよね。骨格プラス外反ボディで骨格だけでボディ剛性をね全部こう支えてるっていう話でしたけど、本当に下回りのねしっかり感なんとも言えないな。でこうちゃんと包まれてる感じがあるんですよね。なんかこうしっかりしたこうバッタブに入って運転してるみたいな、こうちょっとしたねレーシングカーですよこれ。でも軽自動車なのでこう手頃なパワーで、でもこれ思いっきり振り回せるのはやっぱりこうベースがねしっかりしてないとこれダメなんですけれども、いかにねベースがしっかりしてるか、これが皆さんお分かりいただけるかな。すごいめちゃくちゃ楽しいですよ。ね、すごく速い車っていうのはそれでそれで魅力ですけど、なんかこう乗せられちゃってる感じがするでしょ。でこれはねあくまでも自分でねコントロールしてるっていう感じがあるんですよね。そこが止まらない。本当になんかね乗れば乗るほど楽しくなっちゃって降りたくないですよね。いやー本当にね楽しいの一言。今日ね本当オープンカー日和なんですけど、自然の中でこうのんびりとこうデートを楽しむクルージングみたいな使い方もできますし、もうねレーシングカー並みにこう振り回して楽しめることもできる、本当に一挙両得な一粒で二度おいしいとはまさにこのことですね。これがね軽自動車だって言うんだからちょっとびっくりですよ。